摂津艦は日本海軍の軍艦。艦名は摂津国から取られる。日本海軍での正式な艦名は摂津艦であるが書籍などでは普通摂津と表記される。幕末に購入。1874年以降は主に練習船として使用された。本艦の元は汽船、小屋ホッ,ックで三賞シしっッりく艦。アメリカで建造され南北戦争の際には 北軍で使用されていた。慶応4年6月に外国人から購入、同年12月に摂津丸と命名された。明治2年9月5日より広島藩に管理させた。明治3年7月に不屈戦争が勃発し、中立を守るために大上官は7月28日に召喚隊3隊を編成、春ス丸と富士山、摂津の三席は赤塚原六の揮で、 兵庫港に派遣された。翌明治4年3月7日に警備は解かれた。明治4年2月に広島藩から艦の返上の申し出があり、返還予定は7月8日とされたが、延期とされた。帝国海軍機関士によると、同年4月に広島藩から返納された。また、海軍省報告書によると4月28日に広島藩から返納された。 一番貯蓄線9月18日に一番貯蓄線と解消11月15日に東急は五島と定められた12月24日造船局付属とされた明治5年7月に期間が撤去された1873年2月2日第一貯蓄線は主船領所轄から低督府所轄になったが3月13日に主船領所轄に戻された 9月7日、一番貯蓄船は、提督不所轄となった1874年7月10日、修理完了後は、裏側に開港するよう例達された。摂津艦7月22日に名称を、摂津艦に戻した。または27日付の例達で、18日に、遡って、摂津艦と解消、練習艦に指定とされた。10月31日、投球は四等艦とされた。 11月20日、修理の富士山に代わり、摂津艦を兵学寮の大砲練習艦とすることが認可された5月30日より海軍省を内堀に係留され、練習艦として使用された。1875年10月28日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中村倉之助少将、西部指揮官は伊藤助丸少将が任命され、竜城、東、 宝章、運用、富士山、摂津、高尾丸、大阪丸は東武機関所轄となった。1876年10月13日、東海守府所轄の摂津は横浜での貯蓄船に指定された。1877年12月から品海に停泊していた。1878年1月15日、横須賀丸に栄光されて横浜港に開港した。 6月17日、十馬力戦に栄光されて、横須賀港に開港、以後横須賀に停泊した。11月8日、横須賀丸に栄光され、横浜に開港。12月10日同じく横須賀に開港した。兵学校練習戦時の説、バウスプリットとトップマストが撤去されている。兵学校練習戦12月13日兵、学校練習戦に指定された。 1879年8月23日、横須賀から品川に開港された。12月13日品川から海軍省内堀に開港。つなぎパク練習艦1880年1月20日、つなぎパク練習艦に定められた。以降海軍省の堀内に停泊した。修理8月19日から12月6日まで、横須賀造船所で修理を行った。 その後、築地川崎造船所でも修理を行った。1881年10月15日から、1882年7月3日まで、築地海軍省内入り掘りで修理を行った。1886年2月17日に除籍雑役船となり、10月13日、兵学校事業船に充当、引き続き兵学校で使用された。1888年に、 平学校が東京築地から広島県江田島に移転となり、同年9月20日2300円で売却の報告が横須賀陳寿府より出された日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。